イスカンダル関連。第四次聖杯戦争ではライダーとして召喚され、英雄王が認めた征服王イスカンダル。作中の活躍や振る舞いからファンが多く、FGO では限定サーバントとして実装されている。今回はイスカンダルと関係があるサーバントたちを紹介していこう。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だ。イスカンダルといえばフェイトゼロでの活躍が印象的だな。マスターさえも導いてしまう圧倒的なカリスマが魅力的だよね。聖杯戦争で関わったサーバントたちだけでなく、生前にも関係があるサーバントも紹介しようと思う。多くの進化を導きながら、後悔することなく進み続けた征服王について触れていこう。よろしくね。イスカンダル。まずはイスカンダル本人のことを簡単に紹介していこう。一般的にはアレクサンドロス三世やアレキサンダーの名で知られているな。アレキサンダーは若い頃の状態で実装されているよね。大人の状態をイスカンダル表記にしているのは、ナスキノコ先生のこだわりのようだな。イスカンダルは一代で大帝国を築き上げたマケドニアの王だ。多くの文化を取り入れていたことも知られているね。参加に入れた軍の文化も受け入れていたようだな。エジプトのファラオも兼ねていた経歴もあり、侵略を続けることで領土を広げていったが病により33歳で命を落としている。フェイトゼロでは海を追い求めていたよね。最果ての海、オケアノスだな。現代のゲームに夢中になっていることもあったが、英雄王との戦闘や聖杯問答など魅力的なシーンが多くあるサーバントだった。ファンが多いのもわかるよね。見た目から強そうだが、ステータスも確認しよう。筋力 B、耐久 A、敏捷 D、魔力 C、幸運 A+、宝具 A++。スキルは、耐魔力、騎乗、神聖、カリスマ、制圧軍略、雷の征服者だ。イスカンダルの大きな特徴が、ライダークラスで固有結界が使えるところだよね。アイオニオンヘタイロイだな。生前を共に駆け抜けた勇者たちも英霊となっており、彼らが歩んだ大砂漠に召喚される。召喚を断ることもできるが、これだけの軍勢が召喚されることからもイスカンダルのカリスマ性が伺えるな。国は滅びているけど、英霊になってからも後悔することなく王の姿を見せ続ける勇者だよね。高い人気は当然とも言えるな。余談になるが、元はエクストラクラスで考えられていたようだ。これは史実において指揮官の側面が強いことが理由だ。イスカンダル好きには嬉しい小ネタだね。ここからは関係があるサーバントを紹介していくが、まずはフェイトゼロで関わったサーバントだ。アルトリア。フェイトの顔でもある騎士王だ。第四次聖杯戦争では敵対しており、イスカンダルが王のあり方を説くシーンも印象的だった。アルトリアの言動はいつも正しいイメージだったけど、聖杯問答ではイスカンダルと英雄王に論破されていたね。ステイナイトとは全く違ったアルトリアがゼロで見ることができる。通常の聖杯戦争は戦うことで最後の一人を決めるが、イスカンダルが行った聖杯問答は7機の中から一人を決めるだけなら争う必要がないという考えからだった。他の6機が認めるなら勝ち残ったことと同じって考えだね。勢いに負けた感じはあるが、相手の申し出に応えるところがアルトリアらしいな。そして当然のように王として対峙するわけだが、彼女の言葉は王という偶像に縛られただけの小娘だと切られてしまう。言葉も出ないアルトリアが印象的だよね。普段は笑顔のイスカンダルが、真剣な表情で王を語るところもかっこいいな。王のあり方、あるべき姿を悟されたことで、アルトリアは相当な精神的なダメージを受けてしまう。そしてその直後にイスカンダルの宝具を見ることになる。王は孤高にならず、イスカンダルの言葉を形としても見せつけられたね。アルトリアを切り捨てるような言葉にも感じるが、騎士としての実力は認めている。キャスター討伐の際には協力しており、バーサーカーの能力で濡れ衣を着せられた時はアルトリアとの戦闘にも応じている。騎士であって王ではないってことだね。あくまでイスカンダルの主観と思った方がいいだろう。どう描かれても多くのマスターにとって、アルトリアは紛れもない騎士王だ。作中では通常のバイクを魔力放出やインビジブルエアなどを利用して、時速400キロを超えるマシンへと改造しており、セイバーモータードキュイラッシェという公式の名もある。イスカンダルとのデッドヒートはかっこよかったね。騎乗スキルがあると言っても、ライダークラスに追いついたらダメな気もするけどな。ステータスは、筋力 B、耐久 B、敏捷 B、魔力 A、幸運 A+、宝具 A++ だ。さすがの高ランクだね。これは FGO でのステータスで、ゼロでは耐久と敏捷がランクアップしている。さらに幸運は大幅に低下している。何か理由があるの？耐久と敏捷はマスターの魔力に関係していると思われる。幸運に関してはマスターの魔力不足に加えてその生き方に影響を受けたからだ。さらに騎乗スキルもランクアップしており、
これは作中で車やバイクを乗りこなしていることが関係しているようだ。マスターの魔力量でサーヴァントのステータスは変化するからね。スキルは、耐魔力、騎乗、カリスマ、輝けるろ、竜の炉心だ。工具は誰もが知るエクスカリバーだな。演出としてはシンプルなのに、神々しいほど綺麗な攻撃だよね。FGO のメインストーリーには未登場だが、イベントなどでも登場してくれると嬉しいな。次はゼロでのマスターの紹介だ。諸葛亮孔明。正確にはより代の人物がイスカンダルの元マスターだな。孔明は疑似サーヴァントだから、肉体がゼロに登場したウェイバーベルベットだね。正確には時計塔の講師であり現代魔術家の学部長になった頃で、ロードエルメロイ2世という名だな。中の英霊は三国時代の天才軍師である諸葛孔明だ。疑似サーヴァントは英霊の人格が強いことも多いけど、孔明の場合はエルメロイ2世の人格が強いよね。孔明は自分の契約を扱えるのなら自分が活躍する必要がないと考えている。このことから肉体の主導権はエルメロイ2世が持つことになり、第四次聖杯戦争の記憶なども残っている。孔明の人格は残っていないの？普段は表に出ていないだけだ。エルメロイ2世が会話をしており、合理主義の怪物、史実以上の化け物などと言っている。簡単に言えば人と話している気がしないそうだ。エルメロイ2世は難しい話とか得意そうだけど、それでも怪物に感じるのはすごいね。さらに芝居との会話でも少しだが登場している。あくまで体の所有権を渡しているだけのようだ。エルメロイ2世は若い頃に聖杯戦争に参加しており、再臨によってその頃の見た目になる。イスカンダルのマスターだね。召喚当初はお互い噛み合わないような関係だったが、終盤に向けてお互いを認め合える関係になっていったな。ウェイバーはイスカンダルのことを本で調べたりしていたね。イスカンダルに見つかった時は自分に聞けばいいのにと言われていたが、マスターとしてのプライドもあったのだろう。サーヴァントは使い魔なのだからマスターの言うことを聞くのが当然のような考えを持っていたが、戦いを乗り越えていくにつれてイスカンダルのカリスマに魅了されていく。ゼロのもう一人の主人公だよね。信頼が厚くなり共に戦ったことで、最後はイスカンダルの進化として生き続けることを決めている。あの時の英雄王とのシーンは感動的だよね。我が強いところがあったが、イスカンダルや日本で関わった仮の祖父母との関わりが彼を変えていった。現在でも自分が使える王はイスカンダルだけだと豪語するほどの忠誠心を持っている。カルデアでは特に仲が良いのかな？それが意外とそうでもないようだ。イスカンダルには大勢の進化がいる。ウェイバーはそのうちの一人としか認識しておらず、特別視することはないようだ。少し寂しいね。ただしサーヴァントとしては評価しており、過去に関係なく一緒にいることは多いようだ。どこで召喚されてもそういう運命みたいだね。孔明は古参のサポーターとして有名だが、改めてステータスも見ていこう。筋力 A、耐久 A、敏捷 D、魔力 A、幸運 B プラス、宝具 A プラスだ。戦闘が苦手なのがわかるね。スキルは、陣地作成、道具作成、監視機眼、軍師の中言、軍師の指揮だ。宝具の帰らずの陣は、諸葛孔明のお箱である鬼門遁甲を利用した閉鎖空間だ。相手を弱体化させるサポート宝具だね。スキルも有能だが、高難易度などでは宝具も生きてくるな。次は生前にイスカンダルと関係があったサーヴァントだ。ヘファイステオン。イスカンダルには影武者がいた。彼女がその人だが、立場上本人に逸話が残ることはなかったようだ。さらに名前もない存在なので、兄の名前で召喚されている。見た目がアレキサンダーと似ているのはこれが理由だね。逸話がないのに、どうして召喚されたの？彼女が登場するのはロードエルメロイ2世の事件簿だ。彼女を召喚した魔術師は、偽物だらけの召喚を試みた。触媒はイスカンダルのマントだったが、通常のクラスでの召喚ができなかったためフェイカーという異質なクラスで召喚された。偽物や影武者を表すクラスだね。召喚のシステム上はイスカンダルとしてだが、実際はイスカンダルの影武者であった彼女が召喚されている。エクストラクラスでの召喚になったことが彼女の召喚の理由だね。FGO では似たクラスであるプリテンダーで実装されている。イスカンダル第一の腹心だと自称しており、逸話がないことからサーヴァントの格は低いが戦闘能力は高い。イスカンダルの影武者が関係しているのかな？そのようだ。スキルや宝具ではなく、戦闘において多くの選択肢があることが影響している。さらにその中から最適解を選ぶ嗅覚に長けている。元のポテンシャルが高いね。兄のヘファイステオンは、イスカンダルより体が大きく武勇に優れていたそうだ。だが彼より1年早く病で命を落としている。兄の名を借りていることで、その性能も引き継いでいるのかな？二
双子でもあり幼少期から同じ教育を受けていたこともあり、本来の彼女の性能なのか名前の補正があるかは定かではない。波の平じゃイスカンダルの影武者は無理だろうし、元から高くても違和感はないよね。イスカンダルには絶対的な信仰を抱いているが、カルデアでの関係は複雑なようだ。彼女は王より早く亡くなってしまっているため、イスカンダルが治めた国が後継者争いで滅びたことを召喚の直前に知ることになる。ずっと慕っていた王の国の末路を知ったらショックだよね。まさにそこだ。自分は最後まで王と共に戦えなかったのに、身内で国を滅ぼしたことにショックと怒りを覚えている。かつての仲間が許せないことが理由で、イスカンダルの宝具での召喚は拒否している。召喚される側にも選ぶ権利があるからね。この複雑な思いもあり、カルデアでは会いづらいようだな。逆にイスカンダルは彼女が影武者として全うしようとするあり方に思うところがあるようだ。生前から気遣ってきたものの、全く聞く耳を持たなかったようだな。イスカンダルのことだから、自分の道を生きて欲しかったのかな。不仲でないことが救いだな。ステータスも紹介していこう。筋力 B、耐久 C、敏捷 C、魔力 A プラス、幸運 D、宝具 B プラスプラスだ。魔力が特に高いね。本来の彼女は魔術師であり、神代の魔術を使えることが現れているようだ。スキルで NP を大量にチャージできるのもそれが由来だな。スキルは、単独行動、偽装工作、陣地作成。彼もまたイスカンダルなのだから、高速進言、無名の恩恵だ。フェイカーのクラス特性は引き継いでいるみたいだね。宝具のヘカチックホイールは、イスカンダルの戦車に似たものを骸骨のワイバーンで牽引させている。王のものよりランクこそ劣るが、魔術によって精密な操作だけでなく自律操作まで可能だ。使い方次第ではイスカンダル以上の性能だね。ちなみに一時的なら王のものに匹敵するほどのランクにまで上げられる。このことからも彼女のポテンシャルが王に近いことがわかるな。次はイスカンダルの宿敵の紹介だ。ダレイオス三世。イスカンダルの最大の宿敵といえる英雄で、アケメネス朝ペルシアの最後の王だ。お互いの実力を認め合っているからこそ戦わずにはいられず、生前においての最高のライバルといえる存在だ。何度も戦ったの？史実ではイスカンダルの侵攻から始まる。これを迎撃するために、ダレイオス三世は敵軍の背後から攻撃を仕掛けた。正面からじゃなかったのか。だが生存者によってイスカンダルは軍を戻し、二人が対峙することになった。この時はダレイオス三世が逃亡し、ペルシア軍の大敗となる。さらにダレイオス三世の家族は囚われの身となっている。負けた上に家族まで失ったのか。その後のイスカンダルはフェニキアやエジプトに向かうが、ダレイオス三世はその間に体制を立て直して迎撃体制に入っている。ペルシア軍は夜襲を警戒していたが、イスカンダルは将軍の提案を却下して夜襲を行うことはなかった。ペルシア軍は無駄骨だね。これがペルシア軍の士気を下げた要因とも言われている。この時もペルシア軍は逃走し、その後も敗北が続いてしまう。最終的にはイスカンダルに対抗することができなくなり、逃走中に命を奪われアケメネス朝は滅亡することになる。これを聞くとイスカンダルの圧勝に感じるね。この戦いはイスカンダルが10年に及ぶ大遠征の中で起きたことだ。この期間で何度も戦ったことが宿敵と言われる理由だろう。長い戦いだったのか。ちなみにダレイオス三世の娘たちは、イスカンダルの妃とヘファイスティオンの妻だ。複雑な心境になるね。サーバントになってからも二人は執着を見せている。永遠のライバルといえる関係性だな。フェイト世界のダレイオス一世は、バビロンの宝物庫に入ったとされている。英雄王の蔵だよね。そうだ。これによりアケメネス朝は豊かになり、ダレイオス三世の代でも不死身と言われる兵団を作り上げている。すごい家系だね。FGO でのステータスは、筋力 A、耐久 A プラス、敏捷 B、魔力 A、幸運 D、宝具 A だ。テイレアとは思えないほど高ランクだね。スキルは、強化、黄金率、仕切り直し、アケメネスの誇りだ。宝具の刀とイテンサウザンドは、1万の精鋭を宝具化したものだ。長い時の末に不死性が強調されており、強大な魔力の一撃となっている。イスカンダルの宝具と似ているね。多くの進化がいた共通点からも、二人が対等の存在であった理由とも捉えられるな。次は先祖とされるサーバントだ。ヘラクレス。ギリシャ神話の大英雄であり、その戦闘能力は多くのマスターが知るところだろう。ステイナイトでは圧倒的な強さだったね。イスカンダルはこの大英雄を先祖に持つとされている。さらにヘラクレスの先祖にはペルセウスがいるので、血筋がすごいことになっている。ペルセウスはメドゥーサを討伐した英雄だよね。
FGO での実装はされていないが、ギリシャ神話では有名な英雄だ。ちなみにフェイトプロトタイプでライダーとして登場している。FGO での実装が楽しみだね。正確な家系で言うと、父親がヘラクレスの家系だ。ヘラクレスと聞けば、フェイトでも取り上げられている12の試練だな。一つでも困難な内容なのに、一人で全てを成し遂げたのは大英雄として十分すぎる逸話だよね。FGO が開始されたことで、アルゴノーツだったことも有名になった。複数のクラス適性を持っていることが明かされているが、バーサーカーでの登場は生前の逸話の影響だ。様々な武器を使えたことも有名だが、ヘラクレスの人生で切り離せないのが女神ヘラから狂気を吹き込まれた話だ。まさにバーサーカーの由来だね。自分の手で我が子の命も奪ってしまうほど狂ってしまう。そしてヘラへの罪を償うために行ったのが12の試練だ。ちなみにヘラクレスに武器の扱いを教えた中には、ディオスクロイとして実装されているカストロがいる。アルゴノーツの仲間でもあるね。他作品では別クラスで登場しているので、FGO での別霊気にも期待だな。神話でもフェイト世界でも圧倒的な強さだが、これはイスカンダルにとっても同じだったようだ。戦場に出る際にはヘラクレスのコスプレをし、愛人との子にはその名前をつけるほどの大ファンみたいだな。イスカンダルにとっても大英雄だったのか。今更だが、改めてヘラクレスのステータスを見ていこう。筋力 A プラス、耐久 A、敏捷 A、魔力 A、幸運 B、宝具 A だ。圧倒的なステータスだね。スキルは、強化、神聖、神眼偽、勇猛、不当不屈だ。宝具のナインライブスは、圧倒的な力でも連撃を繰り出す。これはヘラクレス流の戦い方を宝具にしたもので、あらゆる部を行使するものだ。持っている斧は宝具じゃないのに、すごい破壊力だよね。ヘラクレスだからこその威力だな。ちなみに公式ではハイスピード級連撃、急発同時発射の急撃とされている。有能でしかないね。父方の先祖を紹介したので、次は母方の先祖を紹介しよう。アキレウス。トロイア戦争で有名な俊足の英雄だ。アキレウスまで先祖なのか。イスカンダルの愛読書にイリアスというものがある。これはアキレウスが主人公の叙事詩であり、イスカンダルは生涯持ち続けたとされている。さらに聖地巡礼まで行っており、いかに彼に憧れていたかが伝わるな。マイルームでのセリフでも話しているね。幼い頃から憧れており、成人してからも目標にするほどだ。アレキサンダーも含めてテンションが最高潮になるほど興奮し、技比べを挑もうとしている。アキレウスはトロイア戦争での功績が有名だよね。ギリシャ神話に登場する民族を率いて、50隻の船と共に参戦している。この時に敵将を撃つだけでなく、一人で形勢を変えるほどの活躍を見せた。アキレウスも大英雄として語られる一人だよね。勝利する前に弱点であるかかとを射られたことが致命傷となり命を落としているが、その箇所をアキレス腱と名付けられたことでも有名だな。人体の一部の由来になる英雄は他にいないかもね。トロイア戦争の活躍に注目されるが、何事もなければ彼が戦争に参加することはなかった。トラブルか何かが起きたの？アキレウスはトロイア戦争に参加すると命を落とすという予言を受けていた。それを避けるために、助走をして島に送られている。このまま過ごしていればよかったが、そこに商人のふりをしたオデュッセウスがやってきた。冒険やろうか。多くの女性たちが商品を見ている中、アキレウスだけは武器に目が行ってしまった。これで正体を知られ、トロイア戦争に引きずり出されることになる。素直さがあだとなったのか。イスカンダルの母方の先祖として紹介したが、実はヘラクレスとも関係がある。二人はケイローンの門下生でもあり、兄弟弟子という関係性だ。ギリシャ神話の英雄たちだから、関わりがあるのは自然だね。だがアキレウスからは、ヘラクレスには複雑な気持ちを持っている。二人の間に問題があったの？師匠であるケイローンの死因にヘラクレスが繋がっているからだ。直接的ではないからこそ複雑のようだな。他のフェイト作品ではアキレウスとケイローンが登場していたし、尊敬や親しみが強かったのは想像できるね。理解していても納得できずにいるようだな。それに反して戦闘面に関しては戦ってみたいと思うほどヘラクレスを評価している。戦いに関しては前向きなのか。FGO でのステータスは、筋力 B プラス、耐久 A、敏捷 A プラス、魔力 C、幸運 D、宝具 A プラスだ。敏捷は想像通りだけど、他も高ランクが多いね。スキルは、大魔力、騎乗、神聖、戦闘続行、勇猛。女神の寵愛、水星双方、勇者の不調化、中×星の穂先だ。宝具のトロイアストラゴエディアは、3頭の馬で×戦車による蹂躙だ。2頭はポセイドンから賜った人目で、1頭は奪った名馬だな。喋る馬がいたよね。
ジンバクサントスだな。バレンタインのお返しで描かれているが、結局マスターの前で喋ることはなかったな。次が最後だが、第四次聖杯戦争において最も関係が深いと言えるサーヴァントだ。ギルガメッシュ。フェイトゼロではイスカンダルを王として認め、最後は自ら相手をするほどの関係になっていた。友情にも似た関係性を感じたよね。お互い個性的ではあるものの、王という存在に関しては認め合っていたな。聖杯問答では意見が合っていたことから、アルトリアに対して2対1でマウントを取るようなシーンもあった。反論ができなくなっていくアルトリアが見てられなかった。ギルガメッシュは何事も自分で決めるようなイメージだが、イスカンダルとは気が合うようにも見えたな。相手が敗北するときは自分が倒したときだとも考えており、友として接しているようにも思えた。ライバルみたいだったよね。とはいえ、お互いの王道を認め合っただけで実際のあり方としては違いがあったようだ。それでもイスカンダルから同盟を申し出るほど気に入っていたことは確かだ。対戦の際にはイスカンダルは固有結界を使用しており、ギルガメッシュはこの時の聖杯戦争で唯一本気を出した時でもある。お互い真剣勝負として挑んだ戦いだね。イスカンダルはこの戦いに敗れ退去することになった。この後のウェイバーとギルガメッシュの会話も印象的だよね。イスカンダルの進化になることを決めたウェイバーに対し、ギルガメッシュは王の仇を打つ義務があると問う。だがウェイバーは王に生きろと命じられたため、負けを確信したギルガメッシュとの戦いは避けるほかなかった。ウェイバーにとっては苦しかっただろうね。周りを雑種扱いすることが多いギルガメッシュだが、この時ばかりはウェイバーのことも認めていたようだったな。大義であると声をかけるだけでなく、そのあり方を損なうなとまで言っている。英霊としてではなく、王としてのギルガメッシュを見た気がしたね。ウェイバーがもう一人の主人公と言われるだけあってこのシーンは印象的だが、イスカンダルの退去シーンを忘れてはいけない。最後は怪力剣で体を貫かれてしまうが、そこでギルガメッシュはこの世界は自分の庭だと伝える。だからこそ征服王を飽きさせることはないと告げた。この言葉で、イスカンダルは自身の胸の高鳴りがオケアノスの詳細だったことに気づかされたね。王として退治しながら、最後はギルガメッシュの王としての器も痛感したな。ギルガメッシュを認めているものの、FGO では仲間であっても扱いづらいことからマスターを心配している。英雄王を扱おうとすること自体が間違いだよね。この二人を語るならゼロの話がメインになるだろうが、話がつきそうにないので名シーンの紹介だけにしておこう。改めてギルガメッシュの性能も見ていこう。筋力 B、耐久 C、敏捷 C、魔力 B、幸運 A、宝具 EX だ。すべてが高ランクってわけじゃないね。これは FGO でのステータスだが、ゼロの終盤でもこのステータスだ。念のため詳細は隠しておくが、作中での召喚時はマスターの性能の関係で、耐久と敏捷と魔力は1ランク上がっている。スキルは、耐魔力、単独行動、神聖、黄金律、すべてを見たもの、バビロンの蔵だ。スキルが強化されてさらに強くなったよね。宝具の N マエリシュは、ギルガメッシュだけが持つ怪力剣から放たれる一撃だ。多くの宝具が英雄王の蔵にあるものから派生したとされているが、この剣だけは英雄王のみが所有者だ。この威力もゼロで見せつけられたね。FGO ではサーヴァント特攻もついている。征服王イスカンダルと関係があるサーヴァントを紹介してきたが、やはり英雄王に関しては他と違う熱が入ってしまうな。それだけ作中でも感動的だったからね。イスカンダルはガチャの復刻が3年以上来なかったことも有名で、なかなか召喚する機会がなかったサーヴァントだ。今後のメインストーリーにも登場してほしいよね。イベントでもいいので、登場してくれると嬉しいサーヴァントだな。端的な紹介にはなったが、今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。